時間は守らなきゃいけないんですよ。いや、僕一時で聞いてたんですよ。なんでお前さっき電話かけたら無視しとこうって。いや更新中だったから。ブレイクタイム取れよ。すいません。無視しろってどういうこと？うざいから無視しろって言ったよね。これはブレイクさせろっていう電話だなって悟ったから。呼んだじゃん、ちゃんと無線の方で。どうせこれ聞いてんだろう。だったらブレイクタイム取りなさいよ。はい、すいませんでした。こういう男です。始めるらしいじゃん。今年から始めるでしょ。で、板とウェアがあったから、はいはい、あげるよ、持ってきたから。おぉ、はい、絶対着るんだよ。俺からもらって。めっちゃピンクなんすか。なんすかちょっと着てみ。どうすか、どうすか。すぐ見つかる、すぐ見つかる。今日それ着たままサイデリア入ったってよ。絶対嫌です。撮ります。長岡 HR120曲。返事死んだろ。あ、俺か。はい。IFYN104。はい。IFGI603。はい。IHHZ76。はい。はい、もしもし。あ、ジョージさん、どこですか。はいはい、今どこにいるんですか。いや、向かっております。今ね、境の手前ぐらい。境の手前。間に合うんですか。なんで、あれぞ、1時からやなかったっけ。おい。え、ジョージさん。はい、12時半なんですけど。12時半？何時？1時ですよね。サッカーしてるじゃん。え？1時？はい。で12時半ですよ。時間は守らなきゃいけない。いや、僕1時で聞いてたんですよ。違うんだ。ちゃんと乗らない大人ってダメだよね。大人子供も一緒だよ。いや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 、1時と思って。今12時40分ぐらいですよね。上出来たらいいですか。上出来たら遅刻したら上出来てくる。今日は早めに出てきたんですよ。で、皆さん待って差し上げようかなと思うとったら困るな。本日皆さん集まってもらってありがとうございます。2016年も始まりまして、今年もミエリアからフリーライフを盛り上げていけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。ジョージさんが遅刻したんで、今からこの方法で。え本日は13時開催予定の12時半に会いましょうということで。ちょっとよし、じゃあスマくんのチャンネルのタイトルを決めましょう。いいよ、スマスマで。いやいやいや、スマ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 ちゃんかっこかり。スマちゃんかっこかり。なかなかおしゃれだね。かっこかりかっこかり。2月6日の土曜日正午に、スマくんのツイッターでアンケートを取りますので、ぜひとも皆さんでタイトルをぜひともよろしくお願いいたします。おー、3つ目ね。また今年もね、皆さん、フリア目いっぱい楽しみましょう。そして、目いっぱい仲間とね、交流して、ね、楽しんで、いきたいなと僕も思っておりますので、皆さんもね、ぜひまた一歩一歩しましょうかね。皆さんね、いきますよ。はい、では、とても拝借します。では、皆さんの、フリーライフの今年の、ね、楽しくなることを祈りまして、一本締めと参ります。いきますよ、よー。はい、じゃあ、ありがとうございました。また、皆さん、集まって、ワイワイ楽しみましょうね。七変化です。